明日4000トンってもなかなか大変なんだけどさ、それは、まあ、あのおっしゃるとおり、本当は自衛隊が4000トン入れてってくれる予定だったのに入れていかないのが悪いんですけど、でも、まあ、あのなるべく少しでも多くの水をいただかないと、ちょっと危なくてしょうがないです。あのね、代替手段をすぐに検討して、はい、早期に調達、まあ、4000トン丸々じゃなくてもいいかもしれない、できる、はい、できるものは全部、全量調達しておく。ぜひよろしくお願いします。あれ何今木戸川の方から来ないの、断水しちゃってんの。木戸川からのラインもですね、あの津波で波倉全部持ってかれてます。あ、そうですか。ですから明日あたりようやくですね、ちょっとまあ昨日はもうあの屋外に出られなかったですから、明日あたりから屋外に出て木戸川ラインを見ます。見ましてもおそらく津波のせいでマンホールはみんな入っちゃってますから、了解了解、相当フラッシングしないとダメです。わかりました、使いません。どうもありがとう。HF さん、ちょっと聞こえますか。保安院からですが、3号機のデータ更新してくださいという要望が来ましたのでお願いしたいんですが。ちょっと聞いといて、これもう保安院から3号機のデータ更新してくれだって、それだ誰がやってるの、技術グループか、プラントデータ、あ、技術グループか。じゃあちょっとそれ忘れないでさ、請求来る前に送ってやってくれよ。どうしよう、言う、いや誰が仕切ってんだろう、この会場は。いやいや、社長ですよ。いいですか、よろしいですか。ちょっと資材部と総務と先ほど打ち合わせをしまして、福市で必要なガソリンと軽油についてですね、手配をしました。でまずオフサイトで使うガソリンですが、ドラム缶4本と軽油20リッター、これはオフサイトセンターにありましたんで、今たまたま HF のがオフサイトセンターにいますんで、1時間ぐらいで届くと思います。それから、これはちょっと量が、今向かってます。はい、はい、ありがとうございます。それからですね、小名浜のコールセンターに、これ運んできた軽油1200リッター、それからバッテリーとかですね、ポンプとかあるんですが、これをですね、2F の方にちょっと先導してもらいまして、今福市に向かっているところです。おそらく2時間以内には着くと思います。はい、